くれたまさんぽ。八丁味噌を使ったおでんを作ります。ではまず大根から。あ、このせっかちさ、名古屋生まれか？卵だからまだ生まれてないけど。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。散るってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだね。グレタマ YouTube 公式グッズもよろしく。